おはようございます。さあ今日は酒田の方に来たんですけれども、本坊さんがどこに行ってんのかな。まあ、4月も新年度我々山形旅よろしくお願いしますということとともに、いきなりね始まったばっかりにもう本坊さんがどこにいるかわからないというね、ことですけども、何なんでしょう、どこに行ってんのかな、何をするんやろか一体ね、わからないですけど。ごめんなさい、ロケ、いや誰やこれ。本坊ガンジと申します。改めてじゃないですか。何ですか。僕たちがいるのは山形県の酒田市。江戸時代に米や紅花を京都や大阪に運んだ北前船の拠点として栄え、西の堺に東の酒田と言われた港町なんです。そして今回のテーマは観光自転車で行く酒田散歩。合算声めっちゃしんどかったね。これできたん、むちゃくちゃやな。いくら雪解けたからといって、ね、いや雪があるないやないね。どうやら今年度予算がないみたいな。にしてはひどいな。これ実はね、見て、観光用のレンタサイクル。あれ、ここで借りれんの。このね、駅前にね、ここ複合施設未来にっていうのがあるんだけど、はい、そこで無料で貸し借り。あ、これ無料なんや。しかも観光用と言いながら誰でも使えるし、あ、もちろんその酒田市の人でもいいしと。酒田市じゃない俺でも借りれます。これでね、はいはい、ちょっともう春めいてきたじゃない、うん、サイクリング観光とか。あ、ええやん、ね、それは今までなかったわ。ないやん。実際は車で行くのと自転車で見る景色ちゃうからね。らしい。それは亀、岡龍太郎さんも言ってた。古いな。行こうか。はい、スタート。キャリンコ久しぶりじゃない。久々に乗るな、うん、乗れるもんやな、意外と。いや、やっぱ子供の時には覚えてるんだよ。体で覚えてるもんなんやな。年取ればね、こう背筋が伸びるね、チャリもね。知らん土地を自転車で回るのは確かにええかもしれない。気をつけろ、ここは。いや、むちゃくちゃ怖い。ここ段があるからな。ええ場所やん。いいやろ。ええわ、この神社とか。なんかちょっと関西っぽくね。石畳の感じがね、京都っぽいな、うん、なんとなく。ちょっとおならで。やめてもらっていいですか。並んでるんで。ええわ、うん、雰囲気あるな、やっぱり。ええねよ、酒田。酒田俺結構好きよ。なんか街並みがね、うん、独特というか。ええやろ。いいですね、うん、ごめんなさい、実は山王クラブっつって。何ですかここは。これね、明治時代に建てられた料亭らしいんだけど。料亭元。それを今はね、観光施設としてやってるってことでね。あ、そうなんや。そうなんですよ。建物もほら見てよ、これやっぱ明治時代の。すごいね。すごいでしょ。ちょっと行ってみようか。あ、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。案内してくれる加藤明子さんです。ありがとうございます。加藤でございます。よろしくお願いいたします。すごい建物ですけどね。はい、こちら明治28年に、はい、建てられた建物で、明治28年、はい、平成10年まで料亭として使われていた建物なんです。え、平成10年までは営業されてたんですか。そうなんです、料亭として。一つ一つ昔は皆様がお食事をされていたお部屋の方に、はい、この酒田の文化や歴史をご紹介しております。はい、そして2階の大広間の方では、はい、笠福という飾り物があるんですけれども、はい、その展示をしているんです。見させていただいていいですか。はい、では早速どうぞ。お2階になります。はい、すごい。料亭なんですよね。そうなんです、階段が急なんです。確かに昔の建物のイメージかも。そうなんです、旅館となってもいいぐらいよね。うん、ではこちらのお部屋になります。ご案内します。どうぞ。うわ、何これ。どうぞお入りください。いいですか。はい。失礼します。わあ、すごい、圧巻。すげえ。これ何ですか、これ。これ何だい。はい、これが笠福という飾り物なんですけど、はい、下から見ていただきますと分かると思うんですけど、はい、傘です。あ、お前持つとこあるわ、はい、うん、はい、ちゃんとあるんですね、全部で。そうなんです、うんうん、傘の先にこの飾り物がついてるんですけれども、これあれ見て、赤ちゃんの あのベッドにぐるぐる回るやつね、うん、そうですね、多いけど、みたいですね。もともとはお寺や神社に子どもたちの健やかな成長を願って女性たちが奉納していたものなんですね。はい、はい、女性たちが自分たちの、まあ、古い着物とか、うん、あと
お布団ですね、はい、お布団をの布でこう作ったものなんです。だから自分たちの布の切れ端とかで作ってっていう。そうなんです。なるほどなるほど、うん、一つ一つに意味合いがあるんですね。例えば金魚とかも、まあ、ネズミさんなんかはこう働き者になるようにという、ちょこまか動く、子孫繁栄するようになんて意味合いがありますね。はあはあ、じゃあこれナスなんですけど、ナスだから、はい、あの何すだってことだよね。いや何すだやからナスが入ってないよ、ギリギリ。ナスは何ですかい？対難をナスということでサクセスですね、成功するように。似たようなもんじゃないですか。ほんまや、はい、似たようなもんやった。なるほど、対難をナスですね。なるほど。お隣にこれ、これもマリーなんですけど、玉突き関係ないですか？あのもっと単純に、はいはい、物事が丸く収まりますようにという。丸くね、なるほど、はい、なるほど。作ってらっしゃるんですか？すいません、お邪魔します。ちょっと見させていただいていいですか？見学。これやっぱ全部手作業なわけですよね。はい、細かいところまで全て手作業で、はい、作っています。こういった模様みたいな、この金魚ちゃんの、はい、こういうのも特にこういう風なものだと、この柄の出方で表情がこう変わってきますので、もう一つとして同じものがない。そうか。これ例えばこの今から作ってるこれ一個作るのにどれぐらい時間かかるんですか？下準備から完成までとなりますと、やっぱり2時間。2時間半で2時間か。はい、まあ、半ぐらいお疲れになるでしょう。でも皆さんこう趣味、あ、ね、好きでやってるので、うんうん、そんなに苦になることはございません。まあ、でもそれだけ丁寧にやってらっしゃるってことは、それだけ思いがこうこもってるってことなんでしょうね。そうです。肩揉みましょうか。急に親密感がある。多分僕やってたら相当肩こると思うんだけど、今日実はね、この水口にも体験してもらいたくて、ね、一応俺らもやらせてほしいなと思うんだけど、ちょっと NG。 なんか俺に原因があるみたいな言い回し、何なんですか？いや今日あのちょっとご予約してもらうと、はい、したら肩やらんねとかもあるけど、はい、皆さんはご予約してきたら来ていただければ。正直縫える気しないやん。これはすごいわ。いや面白かった。すごいでしょ、ここも、うん、すごいすごい。あ、外観すごいな、サウンドクラブかっこえ。ちょっとあれで腹減ってへん？減ったね。だからちょっと飯行こう。飯いいね。ご飯行こう。ちょっと左曲がるから。はい。いや、おい、街並みほんますごい。なんかこんな感じの道路続くんやな。せやん、めっちゃいいな。いいわ。これですよ。結構来たね。うん、うん、これ見て。何これ？ご当地ラーメン総選挙日本一。え、何、日本一なの？日本一ですよ。酒田ラーメンが？酒田のラーメン。あ、そうなんや。こう来たかったんだよね、やっぱ、酒田ラーメンすごいよ今。あ、そうなんや。マジで。うわ、マジか。やっぱ来たらこの酒田のね、ラーメン。自慢でございます。おお、これなんや。 すごいでしょ。結構なファイナリストですよこれ。だって家系とか、ね、博多ラーメン、札幌ラーメンにもう4000。すげえ、ほんまや、倍ぐらい取ってるやん。だからもうみんなすごいなって、やっぱ山形。あ、酒田ラーメン、ほんまやね。これ大差や。食いたい、三日月県さんね。これはちょっと楽しみやな。行ってみよう。こんにちは、お邪魔します。こんにちは。どうもです。こんにちは。お願いします。いらっしゃいませ。日本一、まずはね、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ何が決め手だったんでしょう？いや、そうですね、市民の方、まあ、県民の方からもやっぱり SNS なんかで応援をしても、あの時すごかったですね。そうなんですよ、オール山形みたいな感じで盛り上がってくれて。そうですね。で、やっぱりね、味も、うん、
極薄のワンタンっていうのがやっぱ珍しかったのかなっていう。極薄。極薄のワンタン。めっちゃ薄いんですよ。薄味なの。いや違います。え、薄い味とは言うてない。薄いんですよ。あ、ワンタンが。そうそうそう。お待たせしました。すげえ。あ、これが綺麗。ワンタン極薄。すげえ。これほんまに薄い。ちょっとワンタン見てみようぜ。どんぐらい薄いか。あ、ほんまに薄いわ。すごいよこれ。ちょっと軽く透けて見えるぐらいの。この薄さがこだわり。そうです。すげえ。食感も面白そう。さあいただこうぜ。ちょっといただきましょう。うん、あ、優しい。ご主人とは裏腹に優しいじゃない。ご主人厳しいの。ご主人厳しいの。さあラーメンって厳しいですよね。いや決めんねん。優しい。優しい。美味しい。あれこれ 中のお肉なんか特徴的な感じですね。実はこの醤油だれを練り込んで、ひき肉を。そういうことなんですか。お肉がだからこういうなんかちょっと香ばしい感じの。うん、うわっ、どう？ホスト麺。あ、ほんまに細い。美味しい。そっち縮れ。これ極薄にした意味がちょっと分かりますわ。ホスト麺ってありますもんね。自家製です。自家製なんですよ。うまっ。この魚介。はい。これが、あ、最高よ。やっぱ坂田ったらやっぱその魚介だよ。煮干しだけでもないですし、うん、あとにその煮干しの中でもトビウオ。トビウオ、はい、も使ってますね。やっぱり特に言う顎出汁ってやつ。そうですね、うんうんうん、はい。これね、うん、いやいやこれあごねえよ。トビウオのことあごだしね。あご出しながら作ってんちゃうね。おいしい。今度本坊さんのあごでスープ取ってみましょうか。小橋健太以来やぞ、そんなツッコミすんの。いや、ガタイイからいけそうやな。ガタイイからやないねん。あの今後、はい、このまあ坂田今盛り上がってますけど、はい、どうなってったらいいなみたいなありますか。やっぱり札幌、博多、はい、坂田みたいな。なるほど。札幌、博多、坂田。なるほど。そうですね。こんな感じで三大ラーメンどころの一個に、まあ、でも慣れると思うけどな。いや全然慣れるポテンシャルありますよ、うん、だって買ってんねん。だみんな違ってみんないいじゃないですか。みんなで、うん、本当ラーメンもそばもみんなで盛り上がって、うん、で山形っていうブランドをなんとか大きくしていけたらなっていうふうには。素晴らしいですね。ほんまにその考えは。それは自分とみんな違ってあのみんないいっていうそのラーメンの絵本作ろうかな、ね、いやなんか聞いたことある。おいしい山形空港とおいしい庄内空港では発着便に合わせて観光地などへスムーズにアクセスいただける空港シャトルや空港ライナーなどを運行しています。事前予約が必要な路線もありますので詳しくはホームページをご覧ください。